音焼かまと石踏み音焼は、江戸時代に、土佐国おどで産出した陶器。おどは、小ずの天下。小ず町横地区江の口川上流から、下流方向を望む。中央の小ず橋から、奥の両岸が、音地区で、かつては、両岸は地続きでありこうの口川は、音地区手前で右に屈曲したが、江の口川の改修後は地区を分断する。女王二年、土佐藩。 第二大藩主の山内忠義のもとで過労を務めていた野中健山が大阪の高津から東港の久野制白を招き、高知城北川の江ノ口川北岸のおに開けよう、したことに始まる。久野制白は山崎平内、森田久右衛門に製法を伝授し、以後は両家が豪を継承した。当初は汎用とお庭焼きを接置した性格であり、東土には、 農茶さんの土が、薬石には、アザミヤの丸山石が使用されたという。教法十二年には大火によって、初期の窯場が消失し、原文四年に、新たな窯場が再建されて陶器が生産された。十七世紀後半十八世紀初頭には、茶道具の贈答品や、汎用品として、主に利用されていたが、十八世紀前用以降は、日用品の生産に重点が移動して広く、 流通している。文政3年には、農茶産に、藩の磁器用、陶器用が開かれて、磁器生産が藩用の主力に移るとともに、おどの釜場も移転した。明治4年には、藩用が廃止され、民間用として、農茶山周辺に数件が開けようされた。現在は、土井用、谷政党所の2件が継承する。おどの釜場跡では、大正末から昭和初年に、 江ノ口川の川筋を直線的に改修する工事が行われたことで大部分の遺跡が破壊されている。しかしながら、昭和30年代の江ノ口川南岸で伸びる工事建設の際に音焼き等編、釜道具が多く出土したほか、2003年度の江ノ口川南岸での私屈調査の際に多くの遺物が出土している。以下は、音焼きに関する指定文化財の一覧である。 ありがとうございます。